皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ぶてゃこま。ということで今日は大好きな豚こま肉を使ってたっぷりの紅生姜と混ぜて焼くだけ簡単美味しい焼き豚こま紅生姜を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。豚こま切れ肉 250g を細かめに手でちぎってボウルに入れます。豚肉をボウルに入れたら薄力粉大さじ1を入れ、薄力粉を豚肉全体になじませ、卵2個を割り入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐし混ぜ合わせたら、紅生姜 20g、 刻みネギ 10g、 塩コショウ少々を入れ混ぜ合わせます。全体均一に混ぜ合わせたら、フライパンに油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、合わせた材料を24センチ程度の平らな円形にフライパンに流し入れます。はい、ではフライパンに流し入れたら、そこに焼き目がつくまで焼きます。はい、ではそこに焼き目がついてお肉がスルスルと動くようになったら、一度お皿に取り出します。ではお皿に取り出したら、フライパンに油が残っている場合は返した時火傷の原因になるので上から回しかけてください。では豚肉を取り出したら、フライパンをかぶせて返し戻します。ではフライパンに戻したら、少し形崩れている場合は丸く形整えてください。はい、では形を整えたら弱めの中火にして、蓋をしで2分半蒸し焼きします。はい、では2分半蒸し焼きしたら完成なので、このまま取り出してお皿に盛り付けてもいいですし、今回2人前の分量なので食べやすい大きさに切ってお皿に盛り付けていきます。はい、ではお皿に盛り付けたら、お好みソース、マヨネーズをかけ、お好みで青のり粉、カツオの削り節を散らして食べてみてください。OK。はい、ではこんな感じで混ぜて焼くだけ簡単美味しい焼き豚こま紅生姜の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は恒例の豚こま肉を使って混ぜて焼くだけ簡単美味しい焼き豚こま紅生姜を作ってみました。それでは本日はラッキーキャットで乾杯。乾杯。いや、じゃあ早速いただきましょう。今回は、まあ、大好きでよく使ってる豚こま肉を使って混ぜて焼くだけで、ほんとこうお好み焼きのお肉バージョンみたいな感じでボリューム満点に美味しく食べられる焼き豚こま紅生姜を作ってみました。じゃあもうお好みソースマヨネーズたっぷりかかってるんで、このままいただきます。じゃあいただきます。ん、ポーク美味しい。
豚こま肉に薄力粉や卵を合わせることで材料がしっかりとまとまって焼き固まり、ジューシーでしっとり柔らかな豚こま肉が美味しいレシピです。で、豚こまプラスたっぷりの紅生姜とネギを合わせることで、ほんとこの紅生姜の風味がしっかりと効いているので、お肉なんですけどさっぱり美味しく食べられます。あとお好み焼きのように円盤型に焼いて、ほぼ豚こまの材料なので、ほんとすごいね、肉肉しくてもうボリューム満点のレシピになってます。で、片面焼いたらしっかり蒸し焼きにすることで、中までしっかり火が通ってるんですけど、お肉は硬くならず美味しく仕上がります。で、お肉自体にはもう塩コショウの味付けプラス、もう紅生姜とネギの風味だけなので、上にたっぷりかけたお好みソースマヨネーズが豚肉ともよく合い、美味しく食べられます。で、少ない粉量と卵で材料がしっかりとまとまり、かつもうほとんどね豚肉で作れるので、ちょっとこう粉量をね抑えたい方や、タンパク質かお肉をねしっかり食べたい方にも美味しく食べられるレシピになってます。調理工程も混ぜて焼くだけで簡単に作れて、もう1枚ボンとフライパン1つで作れるので、ちょっと切り分けてもそのまま食卓に出してもいいですし、1人前ずつお皿に乗せてもいいですし、少ない工程で簡単に美味しく作れます。で、こま肉って結構炒め物にすると細かすぎて若干ポロポロになっちゃうこともあるんですけど、こうやってまとめて焼くことによって、なんか豚こま肉のハンバーグのような感じで、こま肉なんですけど逆にそれが作りやすく綺麗に仕上がります。うん、はい、ということで今日は豚こま肉でお手軽簡単美味しい焼き豚こま紅生姜を作ってみた動画でした。ジューシーな豚こま肉にたっぷりの紅生姜、ネギがよく合い、ほぼほぼお肉でボリューム満点に美味しく作れるレシピになってます。ほんとこの紅生姜の風味がすごく豚肉によく合いますし、たっぷりかけたお好みソースも豚肉によく合って美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。豚こまー、お好みソースかけたら基本美味しい。